そしてメリークリスマス。ジャングルレディオ木曜金曜担当、サンオープロジェクトのハイカラー3年生学級委員長の福原かなえです。今日は私が当番発表します。皆さん元気に返事してくださいね。はーい、任せて。はい、まずは今日のコーナー担当発表。曖昧ミーマインの進行担当はアリサちゃん。はーい、頑張ります。ソープロ的流行語大賞進行担当はリンリン。イエーイ、流行の最先端。イエーイ。確かに。ソープロバトル担当は、はい、私かなえです。イエーイ。それでは今日も1時間よろしくお願いします。
CD ショップでもリリースされている5期第3弾シングルからマイスクールでお願いリングマイベルを聞いてもらいました。改めましてこんばんは。こんばんは。トーンプロジェクト、はーい。キノコノコノコ元気の子エリンギマイタケリンカー、はーい。キノコ系女子、今日はでもトナカイ系女子、ハイカラー3年生広報委員長のクリオリンカです。私が走ったところは全て凍るよ。そしてはい、ソープロの毒舌ペンギン娘、でも好きな食べ物はじゃがいも。マイスクー2年生ペンペンこと藤川ひかりです。そしてはい、クールやけど甘えん坊なギャップがあるソープロの2代目ワンちゃん、でも今日はみんなのサンタさん、ハイカラー3年生のアリサこと板原アリサです。そしてはい、ハイカラー3年生3代目学級委員長の福ちゃん、またはパーティー、または木更津、またはトナカイのテンポ悪いな、福田さんです。イエーイ。はい、この番組ジャングルレディオは月曜から水曜は NMB48 さんが、そして木曜と金曜は私たち騒音プロジェクトが、さらに土曜日は DD プリンセスさんが担当しています。さて、私たち騒音プロジェクトはちょっと待った今の私たち騒音プロジェクトは大阪スクールオブミュージック高等専修学校に通うリアルな女子高生で、リアルな学校の授業の一環、騒音プロジェクトという形で活動しているアイドルです。その騒音プロジェクトには大きく分けてマイスクールとハイカラー、そしてスクールメイトという3つのグループがあって、みんな毎日レッスンに勉強に頑張っています。もちろん今日も頑張りますので最後までお付き合いください。はい、そしてこの番組は映像でも楽しむことができます。番組終了後の午後8時頃から騒音プロジェクトの YouTube チャンネルで見ることができますので、そちらもぜひご覧ください。こちらでは収録の模様はもちろん、ライブ映像やミュージックビデオなどにも合わせてご覧になることができます。はい、今日も皆さんからのメッセージも待っています。待ってます。メールで jro-fri@esfm.jp jro-fri@esfm.jp です。それでは8時までの1時間、私たちのおしゃべりにお付き合いくださいね。まずはもう1曲聴いてください。ライブバージョンでお送りします。ハイカラーでゴーストレイト。I'm sorry, I'm sorry.
ンプロジェクトのジャングルレディオ金曜日。ここからは今日番組担当メンバーの中から一人をピックアップして、そのメンバーのことをラジオの前の皆さんにいろいろ知ってもらおうというコーナーです。イエーイ。さて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 、今日ピックアップするメンバーはドゥグルグルグルパー、マイスクール2年生の藤川ひかりです。イエーイ。ではまずキャッチフレーズを、はい、どうぞ。はい、ソープロの毒舌ペンギン娘でも好きな食べ物はじゃがいも。はい、マイスクール2年生のペンペンこと藤川ひかりです。イエイ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 。さてやってまいりましたよ。はいはい、はい、私あんまりね、あのひかりとあんまり喋ったことないんですけれども。そうですね、そうやろ今日ですね。そんなに同じような髪の毛してどうなの今日一緒の髪の毛なんですけれども、あのあんまりな喋らないですね。だからあのたくさん皆さんに、はい、あの今日ラジオ担当メンバーじゃない子からも、うんうん、たくさん聞いてきたのでですね、はい、あの早速ちょっとどんな子なのかなというのを、はいはいはい、いきましょうかね。まずですね、あの、はい、仲良いと、はい、あの伺っているあの、うん、マイスクール2年生の寺田葵ちゃんから。おおえおそうなん、ええ嘘でしょ。なんずっと一緒におるやん。どこにびっくりしてる。どこにおるっけ。いますよ。ペンペンとあの上さらぎ綾乃と2年生のね寺田葵、はい、3人一緒におるよね。寺田ちゃんも、はい、ずっといます。はい、そうなんや。ああちょっとまあここはちょっと分かれたとりあえず行っていいですか。ごめんごめん、はい、まずですね、はい、機械が得意らしいです。へー、あー得意です。そう、まあこれはね、あのさっき出てきたあの綾乃も言ってたんですけれども、うん、なんか携帯でナビしてくれるとか、うん、地図を得意です。見てない、はい、地図の見方が分からんから助けてくれるんですいつもみたいな。テレビ電話で結構あれなんですね、あの器用というか。いえ器用やと思 う, そうなだってな、ダンスな上手やで。うん、うん、上手。いやいやいや知ってるわ。いやいや、なんか上手になったんじゃないけど、なんかな、うんうん、ね、そう。しかも歌も、うん、あのこれ、あのこれもね、あのマイスクール3年生の川端渚からですね、はいはい、喋ってる時は低く落ち着きのあるトーンやけど歌声はそれを覆すほど可愛らしいと。爽やか。喋ってる時と歌ってる時のギャップがすごいと。よかったな、大好きな渚さんから幸せです。なんでですね、うん、はい、まあその続きでですね、寺田葵ちゃんからですね、はい、うん、ツッコミが的確。確かに間違いない。ツッコミが的確。ツッコミが的確ですか。そう、ほんでですね、最近女子力が上がってどんどん可愛くなってると、うん、はい、はい、やりよるわ。いえツイッターに載っけてる写真とかもね、もう可愛いよね。やった、ちょっと嬉しいです。ペンちゃんの良さが出てる。ペンちゃんの良さ、ペンちゃんの良さ、ほんまにほんまに照れてる。あの、文字も熱々。じゃあ次いきますね、はい、マイスクール2年生の池田鈴香から、はい、地味に広島弁を使ってくると。でもなんか途中から、ね、はい、広島の人なんじゃないかなと思ってしまう。たまにペンペン大阪です。なんで広島弁、あの人 の, あの方言とか聞いてた、あのちょっと伝えてやすい。でもそれはめっちゃわかる。わかります、うん、ちょっと映ってきちゃうんですよ。余計めっちゃ可愛いなと思って、うん、ちょじゃろうとか言っちゃうんですよ。じゃあ今からそれでお願いします。ちょっと今から広島弁で。マジですか。嫌、うん、やったらいいねんけど。使える機会があれば。じゃあ伝える機会があれば、はい、はい、じゃあ次いきますね、はい、ハイカラー2年生の橋香里沙。あ、はい、ダイエットに励むと毎日あの食事を送ってくる。しかし続くのは毎回1週間と、はい、毎日送るのにもかかわらず続くのはもう1週間。それは何回ぐらいやってるのそれ、はい、2、3回ちょっと2、3回繰り返して。でもペンちゃん休んだよね。うん、そうよ、うん、入学した時に頑張ってたね。一時は、はい、なんかスイッチプイッて上がって今は今ちょっとあの下がり気味。あららら。ちょっと下がり気味です。冬はね、はい、美味しいから。ほしかがなんか、お、はい、実はほしかが好きとか言ってるんですけどどうですか。そんな話はいつしたでしょうか。ほしかがもう自分で実はほしかが好きって言ってました。まあ、そこはちょっと置いとこか。私もこれ言おうか言わんとこか迷ったんで。あ、言わなくてよかったよ。言わんと優しさね。そうです。言わんかったよかったか。じゃあ その次のやつ、はいはいはい、でもこれはちょっといい答えで、うん、はい、陰で努力するペンタ、1年前と比べたらいい意味で別人になった、へこんだ時はそんなペンタに支えられてます、いつもありがとう。うー、泣けるって言ってますよ。いや嬉しいです。変わったみたいですね、うん、変わったみたいですね。ペンペンは努力家、うん、もう努力家、
努力コツコツな、うん、嬉しいです。ずっと言ったよな、リモなペンペンな見たら安心するねん。そうなんですか、初めて聞きました。そうなん、初めて聞きました。初めて聞きました。ちょっと言うたって言うたって、もっと出していこう出していこう。オッケー、これからどんどんアピールするな、うん、お願いします。ぶつかっていくから全力で全力で答えてな。じゃあそんなリンカからね。あリンカから、毒舌やけど、うん、なんだかんだ笑って反応してくれる。これそうそう、なかなか珍しいタイプのやつです。リンカは大体ね、うん、無視される系女子ですから。あの3年生やったら稲田日和ぐらいしか、うん、あの反応してくれないんだけど、ペンペンは反応してくれる。なかなか珍しい、うん、リンカさんの言うことでも結構面白い。ありがとうございます。結構ツボなんです。これもなかなか珍しい。珍しい、ありがとう、うん、まさかエルサ。ありがとう。エルサだっ脱エルサ、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 いいんですか、脱サって。それはちょっとね、置いときましょうね。置いときましょう。で、あのなんか毎日フラフープしてるらしいんですね。そうそう、はい、してます。聞いた聞いた、してます。どこで、どこでなんかあれやろ、家とかで回す。そう、組み立て、組み立て、組み立てれるやつを、はい、お泊まりの時とかも持ってきてるんですよ。すごっ、一回の持っていきました、ね、どこで部屋でですね。部屋そんな回すとこあんの。机を机が折りたたみ式なんで、ほうほう、折りたたんで端を受けて間だけとか。すごい、毎日いつやってるん。夜寝る前、お風呂上がった後に。なんでそこで笑ったん。ちょっとよくわかんないです。想像したらちょっと面白いなって。何を想像されたんでしょうか。ペンペンがお風呂上がって、よっしゃやめてやめて。確かによっしゃ。確かにね。確かにね。あと、はい、これちょっと気になったんですけど、うんうん、あのさっきね、はい、綾乃言ったんですけど、うんうん、なんかカップルズをして6ヶ月2日目。何何何、これめっちゃ気に、これめっちゃ気になった。カップルズって何。なんかカップルズをして6ヶ月2日なんですみたいな。アプリ、アプリですね。あの、うん、綾が見つけてきて、うん、これやろうみたいなで、うん、私もちょっと乗り気で、うん、おーみたいな、うん、でやったらなんか本当はあれですよね、友達同士じゃなくて、恋人同士、恋人同士でやるものをアプリを、あやと一緒に友達と、それがあの、はい、半年、はい、半年か、言ってます。おめでとう、ありがとうございます。なんかわからんけど、あのスクショも送られてきます。わざわざこれあげます、あげますって言ってくる。ほんまわざわざですね、うん、いや送ってきた。これちょっと気になったね。あとはですね、あの、はい、最後にさっき好きだと言っていたマイスクール3年生の川端渚からちょっとあのメッセージを預かっております。よく凪のことを見てくれるペンペン、毒舌やけど凪さんってたまに呼んでくれる感じが好き、矢印笑かわいい、かわいい凪の後輩よ、また一緒にご飯行こうね、ペンペン好きよ、アデュー。どうですか、ちょっとめっちゃ嬉しいですね。なんかでも入学した時からね、凪のこと大好き大好きって言ってて、ね、大好きです。可愛い後輩だそうですよ。いや嬉しいです、ほんま。どうしましょう。どうしましょう。でも凪の好きさは負けへんから。あ、そこで対抗してきますか。私も結構あそう、サンタ同士でそんな赤赤赤後輩サンタ。先輩さん、あの先輩になったそう、あのラジオの方はあのわからないんですけど、今日は全員カチューシャ、うん、ぜひ YouTube 見ていただきたい、うん、そうです、そうです。 YouTube 見てあのこのね、あのクリスマスバージョン感をねちょっと味わってもらいたいね。スタジオもちょっと可愛く、はい、モールなんかで、ね、ピピピってしてるんで、まあ、全然話それたんですけれども、はい、あのナギからねそういうメッセージ預かってるので、うん、イエイ、ちょっとおめでとう、ありがとうございます。でもなんかあるよね。はい、うん、何ですか、何ですか。なんかちょっとあのナギがさ好きって言うとか、はい、あの、うん、結構珍しいから、うん、あの私がまああのナギちょっとペンペンにメッセージもらってもいいみたいな感じで言ったけど、うん、ちょっとあの嫉妬した。あらあ、言っといて、バチバチ言っといて、好き、うん、ありがとうって言ったねんな、こう、うん、メッセージをもらってありがとうって言ったけど、うん、ちょっとそこのこうっていう。これも YouTube 見てくださったから、そう、 YouTube 見てほしい、今の顔ね、今の顔ね。はい、はい、じゃあちょっとここまでみんなの、はい、あのどんな人か、うん、ちょっと大体分かったんでペンペンのこと、うん、はい、うん、じゃあ最後に、はい、夢を聞きたいなと、はい、目標ですかね、はい、目標、目標、目標は、はい、うん、じゃあ卒業までの目標にしようかな。卒業までの目標は、うん、今よりもとりあえずいい番号を取ることです。おーね、はい、番号っていうのはね、ポジション、ポジションです。毎回私たちは違うんで、はい、はい、上からいあのセンターが 1,2,3,4,5 とついてるんですけれども、ね、うん、はい、その番号を上目指していこうと、はい、と、はい、いいね、いいね、なるほど。じゃあね、その目標を達成できるように、はい、頑張ってください、はい、頑張りましょうね、頑張ります、はい、
今日はマイスクール2年生の藤川ひかりちゃんをピックアップしました。来週も一人のメンバーをみんなで紹介していきますのでお楽しみに。以上、あいまいみまいのコーナーでした。プロジェクトのジャングルレディオ金曜日、今日は今年最後の金曜のジャングルレディオのオンエアということで、はいはい、2015年総プロ的流行語大賞を決めたいと思います。はい、というものですというのもですね、はい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 、はい、市場なんてちのラジオネーム、うん、カッツーさんから、はいはい、こんなメールをいただきました。なぬ、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。先日今年の流行語大賞が発表されましたが、うんうん、ソープロ内での流行語何かありましたかということで今回採用させていただきました。ありがとうございます。ありがたき幸せです。流行語大賞何やったんですか。はい、あ、ちなみにですね、爆買いとか、あ、外資の方が結構今年日本に遊びに来てくださって、あの、はい、爆発の爆に買い物の買いで爆買い、うん、あそういうことね。買ったことない。福ちゃんの中では流行語してなかった、うん、全然流行語じゃない。あと五郎丸選手、五郎丸ポーズとか、これね、これかなえさん、あのかなえさんはですね、寮にあの自分の部屋にあのテレビがないので
ちょっと疎いね。ジムのテレビで今も頑張って見てます。頑張ってとか、うん、あ、安心してください履いてますよとか。そうね、私これ最近まで知らなかったんですよ。え、そうなんですか。何のこっちゃら、何のこっちゃら。私の母上はですね、はい、友達との忘年会でこれをしてました、はい、え、どういうことですか。あの黒いタイツを履いて、ちょっと待って、水着のちょっと待って、パンツ履いて、なんかめっちゃ言ったら悪いですけど、うん、はい、めっちゃ下手なそのネタをあの、うん、練習で見させられました。練習してるの。めっちゃいいですか。めっちゃおもろいやん、それ。うん、いいんちゃう、うん、まあ、まあネタにはなるかな。受けたって言って、うん、よかったよかった、よかったですね、はい、ということでですね、総、はいはい、プロ的流行語大賞を決めたいと思うんですけれども、はい、ね、うん、この、まあ、私たち4人ではどうですか、何かありますか。まずはでも、リンカは、うん、なんか、リンカ語がすごいんですよ。うん、そうなの、リンカ語が、うん。まあ、私言うと、あと、悲しいザードレッシング、クルトンカリカリみたいな。うん、え、そう、なんか、クルトンカリカリ。前ね、沖縄の時に、そうそう、受けた、そう、あの、なんか、日和と、うん、なんか、車の中で言い当ててな、いろいろ。なんか、悲しいだけとか、悲しいザードレッシングって言った瞬間に、めっちゃ爆笑が起きて。後ろで、なぎとな。そう、前。いやもうね、あれはほんまに、だからそっから調子乗ってずっと使ってるんですよ。そう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 、悲しいザードレッシング、それのニューバージョンやんな。悲しいザードレッシング、クルトンカリカリ、一番いいのは悲しいザードレッシング、クルトンカリカリ、ベーコンのせ、うん、半熟卵のせたろかです。うん、これめっちゃ長いでしょ。長いです。これが完成した。長いけるんですよ。シーザーサラダ、このスタジオ中がすごいしけた今。びっくり、めっちゃ凍った今。すごい、さすがっす。ありがとうございます。ほんでそんなリンカのあのその自分、その中でも私ですか、うん、なんですかね、やっぱ悲しいザードレッシングが結構上に で、ね、でも最近悲しいだけやんな。そうですね、悲しい、うん、嬉しいだけもありますし、しいたけ言う、しいたけ言えばいい思ってる。やっぱ時計やな。あ、そうやな、さすが。そうやな、最近はありがとんこつ。ああ、さっきありがとんこつって言ったペンペがラーメンって言ってました。なんかめっちゃ、その会話もやっぱつながってるなって思う。私はありがとんこつラーメンって、いつもありがとう、とんこつラーメン。まあ皆さんありますか。私は、はい、去年はあのあれだったんですよ、あのほんまそれ。あ、よく。ほんで今年はあのちょっとバージョンアップして、うん、あれ何だっけ、ほん、じゃほんまそれのちょっと違うバージョンで、ちょ思い出すから言っといて。ペンペンあります。私流行語、うん、そんな言わないんですけど、うん、上さらいえに言われたのはあのそれなって言うよなって。あ、思い出した、思い出した、はい、思い出した。それ そんな感じで、あの、うん、違う、間違えた、うん、ほんまそれじゃなくて、あの間違いないやったんですよ。あ、間違いない、全然間違いない、間違いない、去年間違いないやって、うん、で今年は間違いなく、ちょっとなんか、はい、今日はなんか大人な感じ、はいはい、なるほど、うん、そう、間違いなくそれなって言います。あ、なく、うん、間違いなくそれな。来年は何、間違いなく、来年は何やろな、間違いなかろう。ちょっと間違いなかろう。あ、はい、ありがとうございます。 ありがたき幸せもハマった。あ、確かに、なんか言われたら武士、武士、ちょっと来年武士流行らせる。ありがたき、ござるとかな、ござる。行こう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 。まあね、まあ私たちメンバーにも聞いてきました。はい、私、はいはいはい、何ですか。そういうのいけんと思う。あ、出た。あ、言ってる。そうとかがよう言うから、確かに、みんながそういうのいけんと思うっていうのよく、うん、もうあのね、プロデューサーさんも使ってますからね。そういうのいけんと思う。なんかどういう時に使うっけ。なんなんやろ、なんか、あ、分かった。勝手に自分のお菓子を横取りされて、そういうのいけんと思うみたいな。あ、ちょっとあれ、あのなんか本気じゃなくて、うんうんうん、ネタちょっとしてる。そういうのいけんと思う。そういうのいけんと思う、ね、はい、確かに、とか使ってる。あと、まあ、これは私とももかだけなんで、まだ私でできちゃったの。お越しください。なんでなんでなんで。ちょっとよくお越しください。あ、この手は何。サイの、あの、サイ、動物のサイ。よくわからんの。この眉間ら辺に位置、指を位置にして眉間ら辺にこうやってこうピッてして、サイ、 サイの角みたいにするんですよ。なんでもできるやん。お越しくださいとか、これはあの特典会でできた、うん、あのソープロの特典会にお越しくださいってももかで言ってたみたいな感じですね。あ、これは流行ってないみたいで、私の勘違い。ありがとうございます。あ、まあね、こんな感じでやっていきたいと思うんですけれども、まあ、れは、はい、1名ずつぐらいなんですけど、はいはい、一番多かった、もう一番ダントツで多かったのが、うん、はい、なんとかしまよ。ああ、確かに、うん、もうね、これ何から始まったんですかね。多分ですけど、稲田が、稲田が
カスミンじゃないの？違うよ、うん、稲田がまずマヨっていうよりもあのなんとか島、行き間とかやり間とか、うん、なんか間で止めるのがめっちゃ流行って、うん、でそっからカスがちょっとニュアンス変えて、うん、しまよなんとかまよ練習しまよとか、うん、構成やりまよとかそうそう、ね、ゆるで見方すくよね、なんかマヨネーズみたいな、そうじゃあやっぱりパーティーとあの感性似てる、似てるまさかのカスミンがなんあの練習しまよーみたいな、マヨネーズマヨーってずっと言ってる、あーゆるゆる意味わからんでしょ、もうこんなんよくわかんないですよね、それがクリオみたいな感じなんで、うん、確かにマヨマヨ言ってるわなあ、今年確かにマヨマヨ言ってるマヨマヨみんな言ってるよな、マヨマヨ言ってる、じゃあちょっとここでねもう対象が決まりそうなので、そうですね、はい、ということで、そうですね、言っちゃいましょうね、言っちゃいましょう、はい、ドバンバン、2015年ソープロ流行語大賞はなんとかしまよー、イエーイ、マヨマヨ、いやマヨは言う、みんな言う、もうツイッターとかでも言ってもな、マヨマヨなんとかしまー、頑張りまーとか、いやいや、これの発端は稲田ですから、そうですね、まあ来年はケチャとかケチャよ、大丈夫です、もうなんちゃらケチャ、はい、大丈夫です、はい、まあね、まあ来年はどんな言葉が流行るのか、そうですね、よろし、楽しみ、皆さんもお楽しみに、はい、発信していきましょう、はい、ということでソープロ的流行語大賞でした、色づく
ロジェクトのジャングルレディオ金曜日、ここからはソープロバトル女の戦い頂上決戦。イエーイ。はい、いろいろなお題に対して番組担当メンバーでバトっていきます。やった。はい、はい、早速今日のお題は発表します。何ですか、はい、何ですか今日のお題は。ドゥク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 パーン。知っていて当然レベルの英語のお勉強です。オーマイガー、オーマイガー、知っていて当然。 OMG。 ソープロの曲にはたくさん英語のタイトルや歌詞の中にもたくさん英語の表現が出てきますよね、はい、そうですね、はい、ということで今日は慣れ親しんでいる英語の日本語訳を答えていただきます。オーマイガー、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 マッシュルーム、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 歌詞の中に出てくる英語に関しては歌詞の中での意味合いではなく一般的な日本語訳、つまり直訳と変えてお答えください。はいはい、ということですね。もう嫌よ。英語はどうですか。不得意中の不得意です。はい、ですよね、ですよね、じゃない、まあ頑張ろう。そうですね、はい、ちょっと頭フル回転させよう。おかばにならんようにね。まあでもちょっと1問目はいけるかなっていう感じですかね。優しいもんだ。では早速第1問、ダダン、デレン、デレン。はい、え、 Go my way, go your way。 はい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 、マイスクールの Go my way という曲なんですけど、はい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 、早速クリオさんとか言ってさ、めっちゃこれで間違えたらおもろいよ。いきますね。はい、どうぞ、どうぞ。私の道を行く、行け、あなたの道を行け。もう一回お願いします。いや、聞き取って、ま、聞き取って。私の道を行け、あなたの道を行け。微妙。ええー、悲しい。なんかちょっとニュアンスが違うのかな。なんか出てくる言葉は合ってるんだけど、うん、なんかちょっとつなぎ目が違う感じ。つなぎ目。私なんて言ったっけ。なんとかなんかうん、なんとか。私は行く。さあ、はいはい。え、言っていいの？うん、いいよ。お手つき。私の道を行く、あなたの道を行く。微妙、ま、微妙な。え、最初に動詞が出てきてる。動詞って何ですか。だからそっか、なんとか系みたいな、なんか、あーなんかね、ちょっとそんなん何やったっけ、うん、みたいな。私しなければならない、まあみたいな。確かに、こう言う。はい、ペンペン。手を挙げれない、私私は行かなければならない、あなたも行かなければならない。あー、ちょっと惜しいね。えー、なんか簡単なようで全然難しいですね。あー、私近いですね。でも私はなんか、でもニュアンスはわかんない。それをなんか日本語にできひん、うん、なんか多分なんかこの道を行けば、うん、なんか、うん、正しいよみたいな、正しいよっていうかこの道を行けばいいんだよみたいな感じですよね、多分。違う、わかんない。はい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 、あなたの、私の道とあなたの道を行きなさい。あ、どうですかね。でも最後は合ってる。なんとかなさい。あ、命令系。あ、そうだって、ゴー、ほら最初にゴーが来てたら、うん、命令系か。そうそうそう。はい、ペンペン。私はこの道を行くので、あなたはこの道を行きなさい。大正解。悔しいだ。やった。答えの紙に書いてある通りに、もう、やった、素晴らしいです。やられたな。ペンペン、はい、ではペンペンには1ポイント、うん、してやられたり。やった、すごい。これ福原さんね、書いとかへんと忘れるで。あ、そう ね。あ、ありがとうございます。書いとくな、リンが集計しとくわ。自分のところにちょっとピッ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 、ね。はい、では次いきたいと思います。はい、ペンペン、行きましょう、行きましょう。これは、はい、ハイアンドのステップバイステップから。ステップバイステップ、そのままですか。あれ、アリサちゃん、これはちょっと有利じゃないですか。ちょっと有利じゃないですか。バイってどういう意味やったっけ。うん、これはでも多分バイ特別な感じかな。なんか特別なんとかバイってなんとかよりとか、うん、ですよ、なんかあるけど、うん、そういう感じじゃなくて、多分ステップはステップのまま。ステップは日本語のまんまだけど、あとね、
同じ言葉を2回繰り返してる。あのあなんとかあ何やったっけ、なんかアットなんちゃらアットみたいなあったよ中学何の話ですか中学の時やった、やだ皮がバレる、待って中学の時やった、え、わかんない、ステップって何、やったやった、でもいい言葉だなって改めてね、ステップバイステップ、いい歌詞です。ちょっと待ってください、はい、アリサさん、ちょっと待って、アリサさん、なんでそうやって人に任せようとする、人に任せようとするなんて、有利です、ちょっと待ってください、いやいや悲しい、なんか、うん、ステップ、うん、次のステップにみたいな、ステップ自体が、ステップ自体が違う言葉になる、単語、ステップの単語、なんて言うんだろう、動きかな、一個動き、はい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 、はい、前みたいな、あ、そういう感じ、あー、そっちか、ほとんど正解だけど、バツ、なんかもっといい言い方があるかも、なんか進め、うん、違うな、進めって、明太子ちょ、意味ないからか、ハイカラー、ネバーエバーでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ステップバイステップ、うん、ステップバイステップ、無言になる、え、もっと前、ずっと ずっと一歩一歩一歩まさかの手上げずに、アリサちゃん答えました、やだな、肩まであったのに、やったー、さすがハイアウト、さすがですね、そのニュアンス言わればもう分かりますよね、もうさすが、はい、次リンカさん行きましょうか、行きましょう、まだ一歩一歩も入ってない、カバがバレる、あ、もうカバ、あ、これは知ってる、はい、ハイカラーリブリブって何、リンカさんが、はい、リディリンカさんいいですか、うん、ほっといて、え、違う、これメンバーで言ってたんやけど、ほっといて、それもあるかもしれないけど、うん、普通に呼んだらってことやね、直訳は違うのかな、2人とか、なんか2人違うな、ちょっと待って、まあでもリブミどうだろう、近いけど、アロンリブリーブ、はい、うん、1人にさせてください、あ、大正解、やったなるほどね、いや、これでみんなね、同点だよ、みんな同点に並んじゃいましたね、並んじゃいましたね、よかったよかった、はい、ではどんどん行きましょうか、行きますか、てってれーん、これがちょっと、あの、え、はい、お、マイスクールのお願いリングマイベルから、あ、ちょっとリンカー、Fall into you という、Fall into you、 これはリンディンは答えれないとね、本当に Fall into you、 To you、ノートに全て書いてるんだけどな見ちゃダメですよ、もうでもこの曲のあのフォールインなんだろう、そのまんまこの曲の、はい、はい、もしかしたら違うかもしれんけど、うん、あなたを射止める、違います、違いますね、でもなんかフォールっていうのがほらあれだから、うん、あなたのことを思っている、ずっと、あ、惜しいけど、しかもイングやもん、もっとまっすぐな言い方、もっともう、ね、はい、はい、あなたが欲しい、あ、攻めに行ったね、だって、直球って、まあ、だからそれをもっとなんか、シンプル、はい、はい、あなたのことが好き、違うか、あ、そう、I love you、そうですね、え、あなたに恋をしていますっていう、多分恋に落ちるみたいな、せや、うん、言っちゃうっていうね、もう答え出ちゃった、答え言う前に言っちゃうって、答え出ちゃった、あ、でも、うん、あ、大体合ってる、いいのをもらって、うんうん、で半分いいですか、いいよ、まあセンターやしな、この曲のそうそう、ありがとう、こつラーメン、そこはね、やっぱね、あのラーメンつけたし、ベベベベベ、替え玉、最後の問題でございます、はい、はい、じゃらん、でーん、はい、あー、なら、ハイカラーワールドイズだったら、あなたからんこれはちょっと難しい、ウォントは、ウォントが2回出てくる、ね、でも、テルミーはね、よくワットやで、わかる、え、ワットですかテルミーはそのまんまでも、一個一個の意味をうんうん、飛びていったら、じゃ、ぼんやりでできてます、ここぼんやり、ぼんやり、ここ、ここ、喉らへんまでできてる、だから組み合わされへん、わかんねんけどな、そうやねん、ちょっと待って、書き出すさすがさあ、頑張って
はい、私にあなたのことを教えてください。あー近いけど。あー残念ピーポー。違うね残念ピーポー。すべて国に近い。want want 欲しい want、うん、そういうわけって、はい、はい、ペンペン。あなたからの電話が欲しい。出るわ。電話も出るじゃない。さあテルミ、あなたの気持ちが欲しい。違いますね。かなえさんが意地悪や。なんかくすぶってないでやろ、うん、その次は。そう、そっから考えればいい。かすからテルミワッチ。はい、うん、私に、うん、あなたのすべてを教えてほしい。違いますね。ペロー。じゃあ、何やったっけ。この言葉を使うのは、まあ、あの誕生日の日とかね。なんか誕生日、アリサちゃんが誕生日で Tell me what you want みたいな。え、あ、もしかして逆リーナが言ってんのか。え、え、あ、余計ややこしいこと言っちゃったかな。こう攻めに行ってるけど、ほんま受け。あ、そこの話。え、教えてほしいみたいな攻めてるやん。え、でも教えてはそう、教えて、教えて、教えて、うん、教えて、うん、あなたの気持ちを教えてほしい。 What you want? それしかない、出てけへんもん。気持ちいいんじゃないの。考えてること、思い。あ、シンプル。これもまたシンプル。はいはい、私にあなたのすべて、じゃあ私にじゃあ、あなたを私に教えてください。なんで違いますね。残念。どういうことですか。さあ、頑張って。え、これが正解できないと。あなたのことをすべて知りたいみたいな、みたいな。じゃあ、ドキドキバックン。どうしよう。もうじゃあ答え言っちゃいますか。わかりました。いいよ、はい、あなたが欲しいものを教えて。あ、みんな気持ちとか、そう、そういうのばっかりやったかな。なるほど、そういうことね。でもなんかその次のさ、くすぶってな、入れて言われてさ、やっぱりそういう感じなのかなって思っちゃったな。まあね、案外シンプル、直訳やからな。そうですね。なるほど。はい、ということでね、うん、はい、なかなか皆さん苦戦したんですけど、そうですね、はい、それでは今日の優勝者を決定したいと思います。なぬなぬ、もうなんとなく分かっているけれども。はい、ではけれども今日の優勝者はドゥグ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 。あー、バン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 、せーの、ドゥグドゥグバーン。リンリンでした。何の感動もないわ。はい、何の感動もないわ。はい、ということで来週も楽しいお題でソープロタゲー女王ナンバーワンを決定していきますので、お楽しみに。以上、ソープロバトルのコーナーでした。勉強になります。ペコリ。君くんのは
全国の CD ショップなどでも発売されている5期第3弾シングルからハイカラーで Leave Me Alone を聴いてもらいました。騒音プロジェクトがお送りしてきたジャングルレディオ金曜日エンディングです。まずは連絡事項から。はい、私たち騒音プロジェクトの5期第3弾シングルが好評発売中です。イエイイエイ。マイスクールのお願いリングマイベル、ハイカラーの Leave Me Alone、 ハイカラーの Leave Me Alone、 そして全員参加曲のクリスマスシーズンの3曲とそれぞれのカラオケバージョンが収録されています。こちらは私たちのライブ会場、そして CD ショップでもお買い求めいただけますので、ぜひぜひ皆さんお手に取ってルンルンと聴いてほしいなと思います。はい、お願いします。そして私たちに会えるライブのお知らせです。私たち騒音プロジェクトは放課後ライブという定期公演を、ナンバグラングランド花月地下1階にあるイエスシアターで行っています。ちなみに次回の放課後ライブは来年の1月31日の日曜日です。この放課後ライブに行きたいという方は、メールマガジンに、メールマガジン会員に登録していただき、観覧受付までご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。待ってます、待ってます。そしてそしてビッグなお知らせです。いよいよ大阪城ホール公演の日程が決定しました。はい、来年2016年4月21日木曜日です。今回6000人動員を目標にしていますので、そのためにもっともっとたくさんの方に騒音プロジェクトを知っていただかないといけません。ですので少しでも私たち騒音プロジェクトのことが気になった方は放課後ライブなどにもお越しいただけると嬉しいです。この大阪城ホール公演の詳しい情報は決まりしないこのラジオでもお知らせいたしますので、よろしくお願いします。以上、今回告知した内容の詳細は騒音プロジェクトの公式ホームページにも載っていますので、ぜひホームページもチェックしてくださいね。またブログもやってます。騒音プロジェクトのハイカラー、マイスクール、スクールメイトのメンバーが更新していますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、スマホを持っている方はアプリをダウンロードするとこのラジオも全国で聞くことができちゃいます。ぜひぜひいろんな方に教えてあげてくださいね。そしてこの毎週金曜日の私たちのオンエアはですね、はいはい、この後、この後映像でも見ることができちゃいます。ぜひぜひ騒音プロジェクトの YouTube チャンネルでご覧ください。はい、もちろん皆さんからのメッセージも待ってます。メールで jro-fri@esfm.jp jro-fri@esfm.jp です。はい、はい、はい、クリスマスですよ皆さん。そうですよ、クリスマスの夜皆さん楽しんでおりますか。はいはい、はい、ね、もうそろそろ8時ということで、ね、もうケーキ食べ終わってね、ちょっとエンジョイフーみたいな感じですかね。そうですね、いやシャンメリーのマナシャンメリー、シャンメリー、シャンメリー、シャンパンはお酒やん、はい、あ懐かしい、毎年飲まジュースジュース、シャンメリー、子供のビールとかね、飲まなあかんな、飲まなあかんですね、いえいえ、本日はね、はい、はい、それでは最後に私たちのニューシングルから騒音プロジェクトでクリスマスシーズンを聞きながらお別れです。ちょうどねこの時期にありがとうございます。いい感じですね。来週のジャングルレディオもお楽しみに。今日の担当はハイカラー3年生広報委員長の栗尾凛香と、マイスクール2年生藤川光と、ハイカラー3年生の板原ありさと、ハイカラー3年生学級委員長の福原かなえでした。来週も聞いてくださいね。せーの、バイバーイ。良いお年を。メリークリスマス。